Mr. Fukuda, thank you for your time. You spoke about Japan's experience with the United States from 40 years ago. What did you learn from that period, and how can it apply to China and the United States now? 私はね、日本とアメリカの関係、これはもう戦後ね、非常に緊密な関係にあります。で、そしてまた日本はですね、敗戦後、ですね、第二次世界大戦後ですけどね、非常にアメリカのそのいろんなところを学んできました。その社会生活もそうですけどね、家庭のありようとかね、そういうことも含めて、いろいろ勉強してきました。特にアメリカの社会の制度、そして、技術ですね、それから例えばその会社経営においてマーケティングとかといったようなですね、まあ、日本にないようなものを入手するということができたんですね。そういうことはね、我々は大変評価しておりますし、感謝もしているんです。それと同時にアメリカというのは第二次大戦以後、国際社会の安定的な発展というためにいろいろなシステムを作りましたね。さっき私はスピーチで申し上げたけども、国連とか IMF とか、そしてまた世界銀行、ワールドバンク、まあ、そういうようなものを作り、またですね、アポロ計画をずいぶん力を入れて開発しましたけども、宇宙との地球との接近を考えたわけですけどね、そのアポロ計画のさまざまな技術を公開する、それは人類全体のことを考えてそういうことをしていかなければいけないということを当時考えてですね、公開したんです、世界中に。これはどこの国に対してもそういうふうな便宜を与えたということもありますしね、そういうアメリカの理想というものには我々は非常にね、尊敬し、かつ今でもですね、そういうことに評価したいと思います。ただまあ経済の面においてですね、まあ、日本がそういう中で発展してくると、いろいろそのアメリカの方にもフラストレーションもあったと思いますよ。で、特にその経済発展の度合いがですね、日本も非常に早かった、そしてアメリカにだんだん接近してくるというような時期が今から30年前にありました。まあ、それ以前からですね、そういう傾向を予知してアメリカは注文をいろいろつけてきました。当時からね、もう40年以上前からです。でも我々もですね、そういう要求に対してなるべく答えようとしましたけれども、しかしできないとこともあったんですよ。そして先ほどのスピーチで申し上げたように、プラザー合意というのがありまして、これはもう非常に大きなですね、日本経済を変革するそういう機会になったんですけども、まあ、そういうものを日本は活用してですね、そして、日本の社会にそういう新しいやり方を取り入れて、日本自身が変化して変わっていく、そして進化していくということをですね、日本は日本でやったんです。まあ、しかしそれはね、やっぱりアメリカの主導でもってやったんだというふうに思いますので、ね、そういうところは私どもは評価したというふうに思います。で、翻って中国とアメリカの今の状況を考えたときに、まあ、今ちょうど同じようなですね、雰囲気の中でその交渉が行われているというふうに思いますので、まあ、そういうようなアメリカのかって その理想を成し遂げようという、でそれを実行してきたアメリカというものはあるんだということはね、これは中国もですね、よく理解してほしいと思います。で、また同時に今の中国の経済の発展というのは、そういうアメリカが作ったシステムの上で発展してきたということがあるので、まあ、そのことをね、中国も考えていただかなければいけないところだと思います。で、解決は何か、やっぱり話し合いなんだろうと思います。 Many people in the United States and in China are very concerned by the shift in theEconomic and trade relationship between their governments, but you're a great optimist. What's the evidence for that hope? And what would you tell the Chinese leadership now? 日本もアメリカも中国もそうなんですけども、アメリカがそういう作った世界的な枠組み、例えばそのさっき言った国連だとかね、IMF とか世界銀行、ワールドバンク、まあ、そういう枠組みの上で。我々は経済活動を続けているわけですね。中国も同じなんですよ。中国がここまで、ね、成長したのは、そういう枠組みがあったから成長したんだということは、やっぱり中国も、ね、
評価しなければいけないと思います。ですからそういうことを理解した上でそういう歴史とか現状とか世界の現状とかいうものを中国も理解した上でこれからの話し合いを続けていくということになります。でアメリカもですね、中国の、ね、国家というものの、ね、あり方、これをねやっぱり考えなければいけませんね。そしてそういう中国の今の現状、そして中国は14億人というそういう人口大国でもある、そういう国がですね、どのぐらいの時間を要したらば変わっていくことができるかということもね、そういうことも当然考えなければいけないと思います。Christopher Kuda, thank you very much.